とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー周回やっていきたいと思います。今シーズンは本当にね、タワーが周回しやすい。ということで、10周ぐらいやってみようと思います。行くぞ！1回目はなんか、ラグかったな。ブルーンって言うた。古代の弓はいりません。これもともとダイナモなんだよね。もったいないし、弓にダイナモはそんないらないかな。魂のハンタークロスボウだけですね。今回欲しいやつは。下に流れ込む魂か。流れ込む魂は黄金について欲しかった。なんだ。テンポセフト。ありではある。ありではあるけども、いや、使わんかな。使わんかな。2周目、いきます。2周、おい何これ。なんだこれ。もう、これならもう全部は太陽の愛で締めてくれ。リフレッシュ1いりません。クリー1、爆発1、全部ダメだ。ひどいね。どうだ？まあ、真ん中だね。あ、もう見えてるじゃん。虚無に、まあ、悪くない。不滅は昔よく使ってたけどね、もう今は使わないかな。ソウルサイスの方を使ってるんだよね。フロストサイスか。あっち使ってるんでね。不吉な剣。いや、持ってるな、そういえば。ちょっと前にいいやつが出たよね。なので、必要はありませんね。まあまあ、使えるやつが出たので、いいでしょう。次。次は、あ、失われた魂の棒が出てるね。お！あ、うん？違うわ。リフレッシュいらない。いらないね。ソウルビルド用だから、リフレッシュはいらない。普通とかではリフレッシュ発動しないからね。ダメ。で、リゾルトテンペストも、これ強いのよ。強いんだけど、もうすでに最強を持ってるから必要ない。あー、作れる。作れる。重力で、で、あと、クリティカル虚無リフレッシュだね。これ結構火力あるからね。俺結構好きですけどね。まあ、これ持っときましょう。はい。お、怒り久しぶり見たな。でもまあ、いりませんけどね。下には、リフレッシュ虚無がついてる。あー、ってことはこれ旋風だな。おそらく。黄金には旋風がつくと思う。爆発か。あー、ありがち。ありがちです。でも爆発怒りはもう持ってるので必要ありません。黄金ピグリン。ポーションバリアだったら嬉しい。最後の叫びね。はい。はいはい。汚れたクロスボウもね、使わないよな。これなら、もう一個の方がいいもんね。どう？浮遊射撃。ダメです。そろそろ半分超えたでしょ？ 6 回目かな、これが。そろそろ欲しいけども、ヘビークロスボウまあいらないよね。で、ささやく槍も呪いの斧も、もうすでに完成形を持ってる。いりませんね。見てみよう。爆発さん、あんまり合わないかな。呪いの斧は、衝撃配置。いりません。いらないね。では、次。はい。お、いいね。大釜が来ました。スパイダーは、フォーカス系がないからフォーカス系でしょう。だろうね。で、星なき夜。もうこれも完成形持ってるから別に必要ないけども。なんだ。あ、爆発1。いやー、これ期待できないな。いやー、期待できない。最後の叫びじゃない？だよね。だよね。
大釜はね本当に欲しい装備の1個なんだよね。いやダメです。次行きます。はい、ピンクスコーンドレル欲しいよ。フロストバイトはそうね、遠距離武器使うのであれば、あるといいかな。いやでも軽減がないんだよね。最後の叫び今日つきすぎ。最後の叫びがもうほんとつくで、リゾルトテンペスト重力来るなよ。衝撃波1、まあ重力でもよかったけど、ピンクスコーンドレル欲しいよ。欲しい。主要なやつは下にはない。ないね。これあるかも、あるかも。重力ダメです。ではあと3回にします。3回。うん、これ全部良くないです。全く良くない。次あと2回です。残り2回です。2回が良くない。残り2回が全然良くないじゃん。いや3回か。1個前も全然ダメだったよ。あー、使えるには使えるけど、いる？いるかこれ。まあ下のねエンチャントももう完璧に出来上がってる感じではあるよ。だい、あーでもねー、ぴょんぴょんしていくタイプでもないしな。まあいいや、一応取っときます。ラストです。ダメだ、ラスト勝負。まあ一応見ましょう。リフレッシュ1、輝き1、火炎フォーカス2。ダメだダメだ、周回しやすいだけでいいのが出ないじゃダメよ。まあまだあと数日ありますので、また頑張っていこうと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。